何回もうるさいよ。届かなかったら俺が100万円プレゼントするみんなに。ね。リスナーさんに100万円プレゼントしますよ。それでいいでしょ。ね。ね。受任通知が受任通知どころか、受任通知なんてないんだよ。もう訴状が届くんだよ。ね。弁護士が訴状を出す前に受任通知すると思う？構えちゃうでしょ。ね。訴状が届くの。受任通知なんて届かねえよ、オービン。バカだな、お前も。オービンが。なあ。どこに、もう聞いてごらん、弁護士さんに。どこに訴訟するのに、ね、受任通知を出す弁護士がいるのかって。聞いてごらんなさい。ね。ね。皆さん、じゃあ、1000万配布してもいいよ。僕、有言実行なんで、1000万配布しましょう。ね。届かなかったら1000万配布しますよ。はい、有言実行、これ、残します。はい。訴状は届きます。受任通知は届きません。弊社は受任通知が待ってろって。ねえ、届かなかったら俺がね、じゃあ、100万円リスナープレゼントするよ。あ、なんか、決心みたいですね。3月の22日に。そうそうそう、そんで多分、3月中には今度、ミュウツーってやつの、はい。多分、裁判が始まるんで、3月中には今度、ミュウツーってやつの、はい。多分、裁判が始まるんで、3月中には今度、ミュウツーってやつの、はい。多分、裁判が始まるんで、シャイニング